クレヨンを見つけたからみんなでお絵かきしようって子供じゃあるまいし、え、私は描かないのかって、いやよ、クレヨンって手が汚れちゃうじゃないって、なんで私にもクレヨンを渡そうとしてくるのよ。やらないってば、後で一緒に手を洗えばいい。確かにそうだけど、ちょっとそんなに引っ張らなくてもいいじゃない。もう分かったわよ、一緒に描けばいいんでしょって言っても、一体何を描けばいいのかしら。あなたは何を描くのって、もう描いてるの？早いわね。それもしかしてウサギ？へえ、結構うまいのね。なら私は人参でも描いておこうかしら。ウサギは描かないのかって？じゃああなたが描いた隣に描くわよ。